ジュアン・エンリク、ビベスイ・シシリアジュアン・エンリク、ビベスイ・シシリアは、スペインのカトリック聖職者。2003年に、ウルヘル司教に就任し、規定により、アンドラ公国の国家元首である、共同校の一人となった。1949年、小さな小売店を営んでいた、フランセスク・ビベスイ・ポンスとコルネリア・シシリア・イバニエスの、三男として、スペインのバルセロナで生まれた。 1965年に神学校に入り、人文科学や哲学、神学を学んだ。1976年、生まれ育った教区であるサンタマリアデルタウラトで、バルセロナの主催に任命された。1993年、バルセロナの補佐司教と任の名義司教に任じられ、司教に除解された。これにより、自動的にスペイン司教協議会の構成員となった。2001年、 教皇ヨハネ・パウロ2世によって、ウルヘルの共同司教に任命された。2003年5月12日、長らく、ウルヘル司教を務めていたジュアン・マルティ・アラニスが引退したため、その公認となった。なお、ウルヘル司教は、アンドラ公国の国家元首である、共同公を兼ねる。同年7月10日に、アンドラ・ラベリアのカサデラ・ラバルにおいて、就任先生を取り行った。 2010年3月、教皇ベネディクト16世から個人的表彰として大司教の称号を授与された。ありがとうございます。